えー、浪人中の息子がいます。年々難病が進行して歩くのネットです。大学に行きたいようですが、受験が心身ともに苦しそうです。ゆるくさんならどう答えますか？受かるまで受験させますか？大学に行かせますか？それとも障害者年金で好きなことさせますか？大学に行きたいんだったら、全然受験すればいいんじゃないかなと思うんですけど。で、あの無理して歩かないで、車椅子の電動のやつとか乗りいんじゃないですかね。あの僕の知り合いであの足のなくて手もない。乙武さんっていう人があるんですけど。なので歩くのがやっとっていうか、歩くの不可能。まあ一歩けるのか？ なんかそのあのあ腰から生えてる部分を使ってなんか階段登ったりするんですけど、とはいえ、乙武さん、基本車椅子で早稲田大学に普通に入学してるので、なので別にあの歩くのきついんだったら歩かなくていいんじゃないですかね。別にあの、まあ、僕も今この、この座ってずっと喋ってるだけであの生活してる感じになってますけど、それであの特に何も困らないので、でも僕は足切れて車椅子だったとしても、多分生活あんまり変わんない気がするんですよね。まあ外出ないし。だから、パリは石畳が多いので車椅子向いてないので、まあ、引っ越すかもしれないですけど。 ななので別になんか焦る気ないぐらいそんなに大したことじゃないよねっていうふうに思ってたりします。